はじまきよしろうです。これはトレクリ4周年記念大感謝スゴフェス第1弾引いていこうと思います。今回は20連引きたいと思います。ではね、バージェス出ました、チョッパー出ました、キャロット出ました、ロビン出ました。はい、10連2回目、はい、新キャロット出ました、ハンコック出ました。まあね、今回の収穫はハンコックだったですね。いやでも意外に射撃場でこれっていうのはねいいと思います。きちいやーちょっとね、そんなね、こんな顔になるかな。でもなんか微妙ですね。うん、だからちょっと通常クエスト回ってもう20個貯めてこようかな。うん、なんか株最後の最後で被んなくてよかったなってな思いましたね。うん、悪くはないと思います。そんな悪くはない。まあ、そんなに悪くなかったかな。新キャラ2人出たんで、キャロットとあれですけどもね、まあ悪くはないかな、そんなにも。まあ新フェスゲン1体出たのでもね、良かったということで、あんまテンション高くねえな。いや、道中1個も出ねえか、きちいな、それ。1個も出ませんでしたね。ちょっとキャラ一覧、入手順でね、全部。でもそんなに悪くはないと思いますね。あ、でキュロスが2人出たのとか結構嬉しいかな。
キャロットね。キャロットって最近強くなったロビン姉さんもなんかまあまあまあ強いと思いますよ。チョニキもね結構強いと思います。ダメージスラッシュ、ダメージカットと怒り状態を5ターンも減らしてくれてね。それで純血プラス 0.6 なんで、まあまあまあ、まあ、キャロットですね。あ、防御ダウン中の敵にね当たるダメージが 1.75 倍になりますし、まあ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 、まあまあまあって感じですね。ちょっとリベンジしたいかな。まあ課金はしないですけど、絶対に課金はしたくないね。こんな顔になりますわな。いやでもよかったかな。そんなでもまあペドロ欲しかったからよくはないですけどまあ被らなかっただけありがたいっすよ。でもやっぱフェスゲンハンコックか、やっぱ耐久力あるんでね、まあ、嬉しいことには変わりないっていうか。いやでも意外に良かったかな。そんな悪くないと思う。いやでもまあ道中一つも出ないっていうのはちょっと悲しいですけどね。まあまあってとこかな今回は。でもフェスゲンロビンはね、ロビン違う、フェスゲンロビンなんか出てない。ちょっと悲しいっすね。でもこんな顔になりますよな。でも最近の悲しいことはね、あれだな、あれですよ、襲来戦が全然来なかったことかな。まあ、いいと思いますよ全然。まあね、そこそこ良かったかな。
悪かねえよ。なんとも思わないかな、そんなに。でもやっぱ嬉しいっすね、フェス券が当たるっていうのは。はい、じゃあ進化します。フィスゲーム、なんていうの、心属性では。まあ、射撃タイプなまともな船長としてね、グッジョブって感じなんで、まあ、これから育成しなきゃいけないなぁとは思ってますね。よし、なんでここでいいこと起こんだよ。射撃パクんでみるか。普通に考えて 3.25 倍ってやばいよな。でも 3.25 倍ってめちゃくちゃ強いしね。でスキルレベルも上げれば、
あ、まあ、いやでもね、ぶっちゃけエース弱えからな。うん、エースはね、だってあいつスロット一致して 3.25 でしょ。船長だったら全然ハンコックの方が強い。あ、でも体力増加あんのか、そう考えるとな。うん、まあもう一回頑張って、ちょっと今日はね、イベント通常エリア周回したりして50にして、また10連リベンジします。